よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。今回はミニオンズでも吹き替えのオファーを受けていただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いやもうまさかでしたよ。はい、いやスチュアートも来てくれてありがとう。ありがとうね。かわいい。いやでも本当に今回あのミニオンが主役の映画じゃないですか。僕もね、作品にね携わらせていただいていたので、ミニオンにはねものすごく愛着があるので、これも嬉しいですよ。ついに主役の声をあれちゃうんじゃないですかね、これね。で、今回僕はどういったキャラクターなんですかね。どういったミニオンの声をやるんですかね。シチュアートの声ですかね。バナーナ。こんな感じですかね。ちょっとまだ甘いかな。もし練習しますよ。実はですね、バナーナ、今回このキャラクターをお願いしていただきたいんですけれども。バナーナ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。無理じゃないですかね。思い切りましたね。これ今までにないチャレンジになっちゃいますよ。もしこれを僕本当にやるんだとしたら、もうミニオンだと思って。そうか。こんな格好までしてきたのに。ねえ。ほら。恥ずかしいな。しかも、今回プロモーションではこちらの方を着ていただいて。ですけれども、まあ正直やれと言われれば何でもやりますけど、今までにやったことのないキャラクターなんで、どう思うんですかね。僕に声を当ててほしいでしょ。ちょっとどこ行くの。皆さんこんにちは、宮野守です。怪盗グルーのミニオン危機一髪に引き続き、ユニバーサルスタジオが送るミニオン主演の最新作ミニオンズでも、吹き替えを担当させていただくことになりました。今回、僕はどんな、キャラクターをやるのかと言いますと、実はですね、このような白衣ですね、このような衣装を着ているキャラクターを担当することになりました。こんな革手袋なんかもしちゃったりして、僕自身はですね、なんか白衣のキャラクターってちょっと馴染みはあるんですけども、実は今回のミニオンズに出てくるキャラクターはですね、宮野守が今までにチャレンジしたことのないような役なんですね。僕もすごく楽しみです。最強最悪のボスを探すミニオンたちとどう関わってくるのか楽しみですし、皆さんもぜひ期待しててください。以上、宮野守でした。ビードービードービードー。